中田英寿さん、中村俊輔さんのようなパッサーが今の代表には必要はないでしょうか。パッサー。まあ確かに現代サッカーパッサーが減ってるとかあるでしょうけども、これでどうでしょうか。日本代表に今パッサーが必要じゃない。いや、今も別にパスできない人がいないわけじゃないんですけどね。うん、ただ違う能力が際立ったりとかしてるから、パスっぽくないだけの話で。でも確かに、ちょっと、なんかそういう選手が出てきてもいいですけど、そういう選手がもう多分、淘汰されるんでしょうね。選ばれてこないから。出づらくなってるんですね。サッカー初心者です。以前の配信でスペイン戦前、森保監督はおそらく柴崎選手を使わないだろうとおっしゃってましたが、理由は相性なのか、チームのスタイルなのか、コンディションなのか、どうしてそういうふうに考えたのですか。スペイン戦前に柴崎選手を使わないだろうといった理由ですね。ドイツ戦も、オーストリカ戦も出てないんで、出てる選手を、の方が計算しやすい。やっぱ、コンディション、とか感覚とか、やっぱ一発であの試合で決まるわけなんで、やっぱなんとなく1試合目2試合目見れてる選手をやっぱもう一回置きたいと思うのが監督の心情ですよね。本田さんが監督なら PK 戦を踏まえて柴崎さんの投入は考えましたか。要するに PK キッカー要員を誰か入れたらっていうところですかね。それが柴崎さん。どうかな。ないかな。ああ、ないと。難しかったでしょ。だって、田中さんがまあもう、あの状況だと間違いなかったし、もう一人変えるってことでしょ。で、渡る動けてましたし、でも PK 要員、だからその PK も俺見てないんで練習を。なんとも言えないですよね。ここだけで額が PK 上手いって決めつけるのは、もちろん上手いんでしょうけど、あれだけキックが上手かったら。なるほど。今回、フリーキックのスペシャリストがいなかったように思います。フリーキックの大切さをどう思いますか。いやいやもう、フリーキックに限らず、セットプレーですよね。はもう本当に今、ものすごく大事なんで、そこのキッカーの質は、悪かったとは思わないですけど、まあ結果的には、まあ、得点には繋がらなかったですよね、あんまり。なんか最近の若い子が、あんま蹴りたがらないんじゃないかって説もあるんですけど、そういうのはどう思いますか。その、本田選手の時は奪い合って、中村俊輔選手と言い合いもありましたけども、今はそういうのもないということで。でもまあ、譲り合いの精神は僕だって当時からありましたよ。あったんですね。ただ試合によっては、もうこれ自分が成り上がるために、やっぱ必要やろという時には、すごくこう、強引に言ってた部分はあったと思いますし、それはそれが衝突したとしても、譲られへんっていうタイミングはあったと思います。ちなみにコーナーキックどう見てましたか、本職の本田選手から見たら。微妙ですよね。キッカーが悪いか、連携が悪いか。いや、どういう意図かが分かんないっていうのは、ちょっと、意図分かります？分かんないです。そうなんですよ。そうなんですよ。そこなんですよ。だから別に、これキック次第やろみたいなのとかやったらいいんですけど、あんま意図が伝わってこないんで、でも多分意図はあるんでね。でも意図は、分かりづらい。はい。僕のセットプレイは超意図分かりづらい、分かりづらいです。ニアしか狙わず、ニアで、それで大阪選手やったから、やっぱそれは、やっぱ大事なんですね。はい、信じること。信じて、はい。私はあまりサッカーに詳しくないのですが、人口が少ない国でサッカー国が、サッカーが強い国にあるのでしょうか。単純計算ですが、日本はクロアチアやプロトガルよりはるかに人口が多いので、勝てそうな気がするのですが。ね、でもクロアチアとかオランダとか、人口が少なくて、ワールドカップ決勝とかまで行ってる国があるし、そういう国から、もう毎年とてつもない、才能がある選手が、優秀な選手が世界に、羽ばたいてるっていう国があるんですよ。オランダなんて人口1600万人しかいなくて、それからあんだけ名選手が次から次へと出てくるっていうのは、やっぱ差はありますよね。大阪半端ないが出なかったことについてどう思われますか。まあ、大阪選手がいなかったことについてどう思いますか。いや、まあ、いたらいたで必ず、戦力になってたことは言うまでもないんですけど、でもまあそれはもう終わったことで、逆にいたメンバーたちがね、特に今回選んだフォワードの人たちはめちゃくちゃよう走ってスピードがあるタイプだったんで、結果的にはそれで良かったんじゃないかなと思います。久保選手と呼び方が多岐に変わりましたが、何か親睦があったのですか。ある時一緒に会って、多岐に、いやもうさん付けやめてくださいって言われたんで、
いや、ほんまいいのって言いながら、じゃあもうお願いしますって話だったっていう話、ね。まあ、本人が希望すれば、いつでも入ると、皆さんも。うん、そうですね。じゃないとね、ほんま、逆に慣れ慣れしく言ってて、なんでお前そんな慣れ慣れしいねんって思われると思うんで、うん、それは気をつけてますよ、ね。日本はアジアでボールを握って、ワールドカップなど、競合相手に守備的でカウンター主体の戦いを強いられるので、スタイルに一貫性がなく成長しているのか疑問です。どう思いますか？スタイルに一貫性がなくて成長しているのか疑問です。うん。いや、難しいこと言いますね。でも、サッカーはみんなそれで苦労しますからね。やっぱ万能な戦術はないんで、状況に応じてやっぱ変えるとそう思われがちなんですよね。でもやっぱり一個だけの戦術で勝ち続けるって、まあバルサとかがやっちゃうし、マンチェスターシティとかがやっちゃうから、なんかそれが正解みたいなのになるんですけど、選手のレベルがあれは飛び抜けて高いから、まあ相手に合わさず自分たちのスタイルを貫いてやれるんですけど、今の日本代表レベルじゃ、ちょっと厳しいんですよね、変えないと。なるほど。まあ、変化するっていうスタイルもあるってことで。うん、ベースは変える必要はないと思いますけど。日本が強くなるにはビッグクラブが必要と言ってましたが、具体的に今の J リーグで面白そうなチームありますか？江戸オールユナイテッドしかないですね。出た。J リーグじゃないですけど。まあ、将来の J1、将来のビッグクラブです。この4年間の日本代表はつまらなく歯がゆい試合ばかりでした。今回のワールドカップで成し遂げたことは嬉しいですが、うん、今後もこれを見せられると思うとしんどいです。代表に楽しいサッカーを求めるのは浅はかですか？いやいやいや、それがサッカーなんですよ。それがサッカーなんでおもろいんですよ。で、戦術に答えがないのもサッカーです。だから本当、カウンター好きの人は、ポゼッション言ってた、ポゼッションばっかやってたら、うん、なんか、そんなボール持ったからって勝てるわけじゃないっていうし、今言ったように、カウンターばっかやったら、おもんないな、もっとボール持って支配して、いっぱいなんか理想を追求しろよっていうし、これは終わることがないです。でも、そういう時に、やっぱ評価されるのは結果を出したものだけ。うん、そういう世界かなと思って。田中碧選手は今後日本にとってどういう選手になっていくと思いますか？全然わからへんな。なんかめちゃめちゃあれだよね。指導者気質な。あ、そう、なんか早く引退して、監督になりたいって言ってましたね。ね。で、賢い、すごい賢い。ね。だから戦術の、その、なんていうんですか、理解能力高いんですよね。うん、まあ、だから、うん、活躍できひんくなったらさっさとやめんじゃないですか。監督になってほしいと。うん。はい、わかりました。